さらにポケリゾート、今ならすくすくリゾートを開発できるぞ。おっと、あれ、鬼スズメはいいよ、エセピカチュウはもらおう。ここにもう一匹いたよな、誰だったっけ。確か結構レアなやつが来てた気がするんだけど、帰っちゃったか、あいつ。野生のエボンガはここが気に入ったようじゃの。はい、友達にしてあげよう。あ、友達じゃねえや、手持ちに入れてあげよう。うん、エボンガ、レッツレッツ、なんだポケモンか調べろと。0.4メートル、5キロ、電撃で木の実や虫ポケモンをこんがり焼いて食う。虫ポケモン食うんだ。スケラが開けた木の穴が主な筋や。飛ぶよ飛ぶよ、うん、回るよ。アクロバティック、はあ、威嚇するよ。はい、うん、ただ全部入らないんだよね。エセビガジュ、エセビガジュ、エセビガジュ、ほんとエセだ。エセビガジュをどこに送りますか。まあ強さをチェックしよう。レベルが50、ちょっと超強いんだけど、これ俺の手持ちの5番手ぐらいの強さあるぞ、もうすでに。びっくりした、素早さ早いな。オーデン80、ボルトチェンジ、こいつ物理型なんだ、意外だな。あれ電気技特殊しかねえぞっていう。アンゴール、高速移動、静電気だ。ここもエセピカチュウだな、エセピカチュウ。ボックスにいっとけ、レベル高っ。いいよ、回収回収。鬼スズメも明らかにこれをレベル上げた方が鬼ドリルするの早いんだよ。多分55とかだろ、またレベル。豆豆豆ゲッツ、どんどん来い。豆豆、結構豆たまったな。終わった、よし。鬼スズメは いてもいいよ、うん、いていいよ。あ、一個残ってた。で、冒険からまだ帰って、あれ、あと1時間、もうちょい帰ってこないか。もうこいつら、そもそも進化するんじゃないかな。グーネル、そろそろいけんだろう。パチパチ、解決。お前もあれだね、ゴルバットになったら即クロバットになれって。回収するか。さあ、じゃあお前たち帰ってこい、次の進化枠にね使おう。はい、ボケリゾートに戻る。はーい、さあ帰ってきた。まだまだ回るよ、もうちょいだからね。ゴールドスプレーダッシュ、ない、なし、あ、行き止まり。早い、
影早い。はい、九条、なんか業者に任せるから俺はしない。業者任せ。で、あったな、ここで木の実育てれると思ったんだけど、そんなことは全然なかったぜ。あんま歩数無駄にさせたくない、そこじゃない。スプレー中だからあんまり歩数無駄にしたくないんだけど、仕方ない。アイテムあったりしない？ちょっと怪しいんだけど。ほら、一番初めあのムーランドがなかったから調べようとすらしなかったんだけど、実際はムーランドなくてもね、アイテムあるということが分かったから。ほら、デリバードがいっぱいだったっけ。多いな。クリスマスになったら忙しいんだろ、サンタクロー氏。ザッザッザ。リバンドロ。基本全部のトレーナー倒してるから、そういう手間はないんだ。あら、あった。リガルデキュー。あれ、中二病くんがいないぞ。ん、なんか光った。気のせいか、光ったかと思ったんだけど。島巡りの旅ならいろんなポケモンに力を貸してもらう。いいモーテルだろ。すべて売り切れた。あとはあっちか。人んちだって行くんだぜ。あれ、グズマさん。おめえ、わからねえがちょうどいい。ハウオリシティはビーチサイドエリアに来やがれよ。覚えておきます。ハウオリシティのビーチサイド、どこだろう。場所だけ先チェックしとくか。ハウオリのビーチサイド、ここか。さっき言ってたな、ここだっけ、ビーチサイドエリア。あ、誰かいる。いらっしゃ。もしかしてシュウヤさん知ってるの。え、息子からね、実は最近グズマくん家に帰ってくるようになる。それで、あの、ここグズマン家だったの。威張る、まあ威張ってるけど、まさかのグズマン家。威張るを覚えさせたポケモンとバトル大会にエントリーしてはいっぱいトロフィーもらってたのよ。ちまたではグズマくんが悪いことに巻き込まれてるとか噂が立ってますけど、もちろんデマですわ。悪いことに巻き込まれてんじゃなくて巻き込む方だもんね。これか、グズマキャプテンならなかったって言うけどさ、これ銅と銀しかないからさ、優勝してないじゃん。うわ、ここグズマの匂いがする。いらねえよ、誰も使っていない。グズマの匂いしなかった。そりゃ1位になってないんだからキャプテンに選ばれねえよ。ここグズマン寺だったんだ。で、おやすさんグズマンにボコられたんだ。あー、まさかの。一番初めの時何の気にもならなかったのに。実はのグズマさん寺。
さて不安定出ねえかな。はいゴース悪い笑顔。さようなら。相変わらずの出現率。アイズバット。ジュアルデキューブないな。うん、ないですね。これ今ならムーランドゥほらあると思ったぜ。クン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 。ん？あった。もののけプレート。ぐらい。あ、あったあったあった。やっぱ結構あるな。一回だけ戦おう。この一回で出すのがこう俺の奇跡。ほら来た。はい来ない。帰れ。帰る。もしかして夜じゃないと出ないとかかな。ポケモンは時間帯も結構あるからな。そしてこの奥はケンタロス取った時に行った気がする。うん行ってる行ってる。あそこはないね。はあ町まで帰ってきた。これで戦闘普通にあるわこの町。入間さんのとこ行きますか。まず庭チェック。ここはありそうだろう。広い庭ですね。いい家住んでんなお前。だがない。ほら来た。入間の友人の方かな。遠慮せず上がってください。はいどうも。ちょっといいですかな。しっかりキャプテン務めてますか。してますよ。突然すいません。ポケモン勝負のこととなるとね、目の色が変わるほどに熱中する性質なのでね、キャプテンとして大丈夫か心配だったんですよと。息子なら自分の部屋です。かーいかいかいかーいかいかい。あー家の中にやがったあいつ。庭じゃなくて。ちょっと待って、中とかまで言われるとこれきっついな。やっぱ2周しなきゃダメじゃねえかねえ。ね、ん久しぶり。デュアルモニターか。相変わらずいい部屋住んでんなお前。はいよく来てくださいました。ナイスなタイミングです。勝負のプランについてのシミュレーションが終わったところ。いいよ感謝します。トレーナーズ飛ばされた。今街巡ってる最中なんですけど、始める前に少しだけ勝ち負けにはこだわりませんと。どう展開し、どう戦局が相手にどう作用し戦局が展開するか興味はそこなのですと。全力で来てくださいね。久しぶり。2匹どういう戦略で来るんだい。デガグース、いけいけ、ファイトだ、頑張れ頑張れ、できるできるみたいなポーズで応援してる。こいつノーマルだからな。ちょっと待って、レベル 15? どうやって俺に勝つ気なの、そのレベルで。クリア後かと思ったらどうやらクリア後じゃなかったんだな。
どうやら試練達成後に戦うべき相手だったような。ちょっとタイミング悪かった。 ごめん来るの遅すぎた。アゴ行け。ごめん。いけスパークだ。ノーマルだよな。火の粉はやめて燃えるか。耐えろ耐えろ、スパーク。おーいい勝負。もういっちょスパーク。耐えろ耐えろ。耐えられない。でももう弱いのいないよ。ごめんヤトさん。これ戦略でどうにかなるレベル差じゃねえだろうっていうね。目の目ショック。毒もう。はい、またしても君の勝利ですねと。実に素晴らしい勝負でしたよ。余韻をかみしめたくなるような最高の時間になりました。勝負するイリマの姿が印象に残った。ありがとうですよ。僕の部屋でティーでもご馳走させてください。そろそろ行かれますか。お礼をあげましょう。変わらずの石。あ、これ持ってたな。変わらずの石を持たせると進化しなくなるのですよ。他にも効果あるんですが、それはひとまず置いといてと。変わらずの石のような中であればいいと思いますね。あれ、さっきのグズマさんの部屋に比べてさ、こいつのトロフィーは金色だな。そらキャプテンになれんわ。でもぶっちゃけグズマさんの方が強いけどねっていう。ちょっと堂々と寝る。程よい硬さと真っ白なシーツが心地よい。いやね、金ピカのトロフィー、それはキャプテンになれますわ。銅と銀しかない。キャプテン選ばれませんわ。しょうがない。座って次。あ、そう、なんか作るっつってたな。できたのかな。ジガルデジガルデジガルデキューブはないですか。ないよ、そんなものないよ。何もできてない。これ行かないと確認できなそうで嫌だな。行かなくても教えてほしいんだけど。これ完成するのかな、もしかして。なんか何を建てるか知らないがっていうか、立たないよ。ゴーレッツゴー。そんなことは言っていない。この土地もったいないぜ。なんか建てようぜ。ポリショー。なんか、はい、くっそ。この鍵持ってっていいかな。いいわけねえだろう。で、海まで来ましたと。一個ぐらいないかい。ないな。ダッシュダッシュして帰る。このケンタロスサラマンダーより早い。でポケモンセンター養生ブティック。
ケンタロスでのご入店はご遠慮し、あれなんだここ来たことないぞ。アローラ、ようこそショッピングモールへ。驚きのあんなものからこんなサービスまで。あれここ来てねえな、スルーしちゃったのか。ポスターの裏にボタン、フラグかな。あ、ライドポケモンキャンペーンです。ライドショー、これって一番序盤に見るべきものだよな。エキサイティング&ドライビング、アローラ観光プレゼンツ、アローラライドショー、レッツスタート。ケンダロスです。ブボーン、バシャ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 、ヒヒーン。1.4m、 88.4kg、 アクティブ&セクシーなボディに岩をもう暮らしするパワー、痩せ払いだからの圧倒的なレコメンド殺到のポケモンです。パシャパシャ、続けてみますか。はい、続いてバンバポケモン、バンバドロのエントリーです。パシャパシャパシャ、バカラ。高さ 2.5m、 重さ 920kg、 ワイルド&タフネスな走りでバドロードも完全制覇、マッチョなライダーもご機嫌のパワフル走りのポケモンです。続けてみますか。最後のエントリー、怪力ポケモンの怪力、山男だ。ムキムキ、せやせやせや。高さ 1.6m、 重さ 130kg、 ウォーミングのダンディな走りで障害物を難なくプッシュする、人肌恋しいライダーを最高の時間にエスコートする。これでアローラライドショー終了となります。アローラ交番までよろしく。なるほど、ありがとうございました。これあげる、スーパーボール。あ、ありがとうございます。5個も、あれちゃー、ありがしゃー、消えた。1回だけ、ピカチュウ。大丈夫、俺にもエセピカチュウはいる。ライドできるポケモンはどこかの牧場から送られるんだって。いつかはステージで自慢の歌をご披露したいの。だけどホルビの歌じゃ、3単語にお前は死ぬ。3だっけ、5だっけ、使わないからわかんねえな。 うわー、 G だーじゃないのか。恐ろしい店なんだね、君、優雅な食事を期待してきたのならやめといた方がいいかもよ。同人なこの人、バトルバイキング、ほうほうほう、バイキングですか。他のお客様、なるほどね、ポケモン勝負がいっぱい。ちょっと待てよ、これレベル十何歩ぐらいだよな。なんか寂しいな、それちょっと全員ボコボコにしちゃうじゃん。これ後輩トレーナーのために残りの人生を捧げておるのじゃ。技を覚えさせてやろう。何を覚えさせてくれるの。ハードプラント、これはまさか草最強の技か。威力150、うん、とりあえずリーフブレードで今はいいわ。あのストーリー進めるので5発はきついの。わしはすごい親父じゃ、ポケモンのすごい特訓ができるからじゃ。レベル100になったポケモンをさらに強くするんじゃぞと。王冠、最高に鍛えてあげる。すげえ。え、努力値の方、個体値の方。え、まあそんなもん持ってないんだけど。島キングからもらったポケモン連れてるっと。炎、水、草ポケモン、おお、特別な合体技を。草の誓い、威力80、十分強いね。水と組み合わせるとか。残念ながら足まりはおらん。
アンティークセレクトショップヨロズへようこそ。新商品ありますよ。どちらも一点物ですよ。混合玉、白玉、白金玉、紅色玉、藍色の玉。一般の方には用のない珍品しかないね。ちゃんと考えてから買いなさい。ブティックだ。ポケモンが丸ごと入ってでも可愛らしいバッグないの。リリーが持ってたよ。足元のおしゃれにこだわり、靴ピカピカ。アローラの眩しい日差し、グラさんいる？はい、グラシデア、グラシ安心グラシデア。サービス。グラシデアの花。ブランド物になっておりますよと。ポケモンに使うと何か起こる。いらっしゃいませ。買いに行きました。お。ああ、新しいシャツじゃ。ストライプボタンシャツ。そろそろファッションも変えるべき時が来たんじゃないかな。靴。もうちょっとパターンあってもいいよな。リュック。くそ、回転上じゃねえんだもんね。ただの色違いしか。あ、グラさん、グラさん。業界人で、業界人。普通のメガネの方がいいな。たか、たか。サンキュッパ、たか。プレステ4買えんじゃねえかよ。あしゃーっと。たけえな。明らかに帽子売ってんのに帽子売ってないとかさ、ひどいよね。ここブランド品だな、高いわ。アローラー。さあ上のバトル、多分なんかアイテムもらえるだろうから、やりたいはやりたいんだけど、今アッゴー死んでるよね。レベル上がんないあいつしかいないのに、あいつ死んでたら意味ないから、ちょっと回復しとこう。はーい。うん。じゃあ戦いますか。行きます。